すいません。よろしくお願いします。ありがとうございます。よかった、すいません、言いさせちゃって。A さんのワールドカップも見た方いらっしゃいましたら、感想と今後の期待とか応援お願いします。全員見た、見ましたよ。あれアリボだから一人眠たくなさそうなんだ。なんかちょっと元気よな。どうしよう、なんかアラームとかもかけてみたんですけど。一応ね、はい、ちゃんと負けて、はい、寝ました。見ましたよ。小山さんなんかあんまり普段サッカー見ないですよね。全く見いひんから、ですよね、一緒だ僕と。おでも見ちゃった、ついつい。どうでした、どうでした。それこそほんまにノリでサッカーのルール勉強したいと思う。なるほど。ルール分からんまま見てるから、はい、いくらでも教えますよ。それめちゃめちゃ詳しいですから。だって僕も12年間やってましたから、すごい。それはもう教えてもらいたい。何でも、何か分からないことがあれば。あ、今聞いた。あ、オフサイドがもう分かんないです。オフサイドっていうのはね、最終ラインがあるじゃないですか。めちゃくちゃちゃんと長くなりそうか、はいはい、これね長くなるんですけど。長くなるんですか。VR システムが投入されてからまた難しくなったので20分ほどかかります。だな、長い。いいよいいよ、続けて。いや待てないです待てないです。勘が悪いな。続けさせちゃダメなんだよ。そうなんだ。20分以上は、いやそんな聞いてらんねえような合図だから。なるほど、ごめんなさい、ちょっと疎くて。いやそうなんです、こいつピアス開けたいと思ってからずいぶん疎いんですよ、お笑いに。嘘ですよ、あれ。嘘ですよってやめろ。冗談ですからね。ダセーな、ね、冗談ということで。冗談ということで、うん、まあまあベスト8入るように、ね、失礼します。みんなで応援しましょうということですね、はい、楽しみですね、はい、確かに。クロアチア戦もね、勢いありますから。はい、はい、木橋さん、なんかどんなところが良かったとか。今朝の試合ですか。はい、そうです。もう完全に、三笘選手を後半から使ったことと、それに対して三笘選手が多分前の所属クラブのユニオンでやってたウィングバックをすぐ適応対応してくれたということと、伊東純也選手も、最初ウィングバックで、本来のポジションとは違うんですけども適応できたところと、で冨安選手が入ってきて、冨安選手が、しっかりと相手の新しく入ってきたジョルディ・アリバとか、アンス・ファティを止めてくれたことと、というその守備が全て噛み合ったかなということでございます。ボケ一つなしで答えさせていただきます。お前に何が分かんない。すいません、よろしくお願いします。お前に何が分かる。ベスト8を入るように先ほど応援しますとおっしゃってましたけど、はい、次 の, あのクロアチア戦、はい、予想は何対何でどういう結果だと思いますか。クロアチア漫画と絡めて、漫画と絡めて、漫画と絡めて。難しい。そりゃそうだ、そりゃそうだよ。芸人がお前こういう舞台立たせてもらってんだから、うん、そうですね。宇宙でも猫を飼いたいという漫画がですね、変なとこで入れろ、猫を10往復引き月の中に入れなきゃいけないということなので、10億対0で日本の勝ち。お前クロアチアにボコボコにされるぞお前。10億対0お前。でもやっぱ難しい、ずっと決まってる。難しい試合になることは間違いない。前回の準優勝の国ですから、やっぱり難しい試合になると思うんですけども、うん、まあやっぱり、日本のことを信じて、やっぱ、2対1とか1対0とかそういう僅差になると思いますけども、ぜひ勝ってほしいなと思っております。10億対0ね、10億対0も目指していただきながら。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では右側に目線をお願いいたします。右側に手を振っている方に目線をお願いいたします。大丈夫ですか。はい、では最後もう一回オフィシャルのカメラに目線をお願いいたします。お願いします。いい笑顔ですね。はい、大丈夫です。皆様ありがとうございます。以上でフォトセッションは終了とさせていただきます。